ってきました。ラーメンステーション浜松でございます。こちらね、静岡県浜松市浜北区にね、新しくできたラーメン屋さんというかね、ラーメンのね、フードミュージアムでございます。こちらのお店はね、全国の名店12店舗が集う新フードミュージアムということでね、オープンしました。浜北のね、プレハウォークの1階にできました。見てみて、ラーメンステーション、すごい行列。今日はね、オープンからすごい行列でございます。まだね、できてオープンして3日目なんでね、すごいですね。並んでます。ラーメンが10店舗、餃子が2店舗っていう感じでね、入ってますんで、カウンターもあってね、広いテーブルの席もございます。こちらが券売機、はい、ラーメンメニューで、今日はね、何を食べるかと言いますと、こちら浜松のね、金蔵、今日はね、トッピングなしで900円、そのままノーマルで食べます。濃厚中華そばね、あとはね、まだ食べます。12店舗出てるんだね。あとはね、北海道ラーメン食べてみようかな。北海道ラーメン、味噌くま、札幌味噌ラーメン、もう今日ね、3種類食べちゃうからね。何しようかな、熊本行っちゃおうかな。熊本清瀬かな、これ。熊本豚骨ラーメンだね、これ。3つ行っちゃいましょう。はい、お会計全部でね、2830円。注文した商品はね、この紙、このオーダー伝票の番号がね、テレビの画面に出てくるんでね、分かりやすいです。あ、もうすぐできるね。今ね、一つ前の人たちがね、もうできたんで。ラーメンステーションのこだわりっていうのが出てますね。すべての食材を本店と同じものを使用、本物の人気店のみが集結、安心して食べられるお店って書いてあります。広い席にね、入ってきましたよ。店内はね、まあまあ混んでます。はい、こんな感じです。来たよ、来たよ。こちら清正熊本黒ラーメン豚骨ね。はい、もう一つ来たよ。こちらはね、味噌くま。はい、こちらは北海道味噌ラーメン。それではいただきます。まずはね、札幌味噌のスープから。うん、うまい。ちょっとピリ辛だけどね、美味しい。清正のね、熊本黒ラーメン豚骨。こちらのスープはどうかな。ああ、割とあっさり九州豚骨って感じ。こちら札幌ラーメン、麺がね、北海道味噌ラーメンって感じの麺だね。甘い感じの味噌がいいね。はい、来たよ来たよ。こちらがね、静岡県浜松市のね、金蔵濃厚中華そばね。これが900円。静岡県のね、唯一の出店であります。気になるね、これ。濃厚中華そば、ちょっとスープ飲んでみます。うわ、すごい。何これ、めっちゃ濃厚じゃん、これ。これ、お箸、これ刺さるやつじゃない？ほら。まあ、無理やり刺したけど。これ、すんごい、めっちゃ濃厚。ちょっとスープ飲んでみます。あ、超ドロドロスープ。やばいね、これ。
どんどん食べないと伸びちゃうから。熊本黒ラーメン食べます。あ、九州豚骨感が出てる。うん、いくらいが入ってね。そこまでね、もうちょっと細い麺かと思ったのね、九州豚骨なんで。全然ちょっとね、しっかりした麺で、コシもすごくある麺。はい、チャーシューはどうかな。うん、うまい。さすがにうまいな、うん、このね、熊本黒ラーメン本当にうまいな。はい、とりあえず熊本黒ラーメン完食。さ、札幌味噌ラーメンね、これね、結構ボリュームが多いよ、うん、熊本黒ラーメンはね、あっさりスーッと食べれたけどね。味噌熊のね、札幌味噌ラーメンはボリュームがあります。結構もやしがたっぷり入ってるからね、わかめも入ってます。はい、チャーシュー、なんか唐辛子みたいなの入ってるからね、ちょっとピリ辛ね。札幌ラーメンね、やや太めの麺でね、食べ応え抜群。完食。いや、ボリュームあったこれ。はい、続きましてこちら、こちらがね、静岡県代表つけ麺金蔵のね、濃厚中華そばでございます。本当に濃厚だからね、これやばいよ。うわお、すごいな。はい、太麺です。あー、ドロドロのね、スープが麺に絡みついて美味しい。こうです。まあドロドロスープはね、まあ好きな人は好きだろうね。魚介系かなこれ。魚介のね、味と香りがすごくするんで、鶏ガラに魚介を加えた濃厚スープなんだって。うちの周りがベタベタになるねこれ。ああ、チャーシューも入ってます。はい、完食。いや、3杯で限界かなと思ったけどね、割と食べれました。まあ餃子もね、2店舗出てたんで餃子も食べようかなと思ったんですけど、まあ後ろを混んでたんで行列がすごかったんで、まあさっさっさと注文したんで餃子頼むの忘れちゃいました。ラーメンが10店舗10品と餃子が2店舗2品っていうことでね、ラーメンステーションパンワッサーはね、全国の名店12店舗が集う新フードミュージアムっていうことでね、オープンしましたんで、浜松市浜北区にあるね、プレハウウォーク浜北1階にあります。まあ入ってすぐところにねあるんで、結構目立つと思うんですけど、まあ、今日はね、オープンが、オープン3日目ぐらいかなっていうことで、かなりね、行列ができてたんですけど、店内広いんでね、券売機のね、行列ができてたっていう感じだったんで、並んでね、そのまま券売機で買ってからはね、すんなりでした。まあ、提供時間もね、非常に早かったんで、全然待つことなかったですけど、まあ、そんな感じでね、まあ、全国のラーメンが集まってるんでね、映画を見に来ながらね、ラーメンを、食べてもいいんじゃないかなと思いますけど、まあそんな感じでね、今日は静岡県浜北区にできましたね、ラーメンステーション浜松さんからでした。バイバイ。